阿ら屋遺跡は、新潟県長岡市西川口あばら屋にある、旧石器時代の遺跡である。2004年2月27日に、国の史跡に指定された。阿ら屋遺跡は、品濃川右岸魚野川との合流点近くにある、標高87メートルの段丘場に所在する後期、旧石器時代終末の遺跡である。魚野川川戸湖面からの飛行は15メートルである。 遺跡の所在する断球面は、更新予の最新期に形成されたものである。本遺跡は1957年、星野義夫、井口道康の両名によって発見された。両名からあばらや出土の石器を見せられ、意見を求められた芹沢長介は、この遺跡の重要性に着目し、翌1958年に発掘調査を実施した。芹沢による、 1> 第1次調査を含め4次にわたる発掘調査が実施されている。その結果、多量の採石人に加え、芹沢によって、あばら屋型彫刻刀と命名された彫刻刀系石器などが出土し、本遺跡は日本の採石人文化の生成と発展を知る上で重要な遺跡であることが分かった。出土した石器は総数10万点に及び採石人約6000点。 彫刻刀系石器約1000点、彫刻刀スポール約9000点などを含む。石器のほとんどは、形質結岩性である。形質結岩は、東北地方の日本海側に算するもので、あばらや遺跡周辺には産しないことから、本遺跡は、原石の産出地と直結した遺跡ではないことがわかる。出土品の炭化物の炭素14年代測定法から、得られた年代は、 調査場所によって、数百年単位のばらつきはあるが、おおむね1万 4000BP であった。本位石出度の採石人格には、優別技法と朴下技法を用いたものがある。優別技法は、両面加工石器を素材として、その長軸に沿って打撃を加えて、スポールを剥離し、採石人剥ぎ取りのための断面を形成するもの。朴下技法は、船底形に加工した。 最石人格を用いるものである。本遺跡を特色づける石器が彫刻刀径石器である。セリザー・チョウスケは本遺跡出土の彫刻刀径石器を三種に分類し、うち一種をアバラヤ型彫刻刀と名付けたが、今日では三種すべてをアバラヤ型と呼ぶ傾向にある。アバラヤ型彫刻刀に共通する特色は、 素材となる白片の周辺に急斜度の調整を加えること。先端から左肩にかけて砥状に剥離し、彫刻透明を生成することである。このほか、彫刻透面の打点付近に、ノッチ状の加工を施す、覆面基部に入念な加工を施すといった特色もある。彫刻透明と名付けられているが、実際の用途は骨、角、皮などの加工であった。 本遺跡出土の石器種別のうち、出土数量と使用根分析から彫刻刀系石器の使用頻度が最大であったと見られる。あばらや型彫刻刀と同類の石器は東日本、北海道から遠くはサハリン、シベリア、アリューシャン列島、アラスカにまで見られ、本遺跡は採石人文化の広がりを知る上で重要である。ありがとうございます。